どうも、MT ピッコです。今回はですね、南アルプスの日本百名山、鳳凰山にこれから登っていこうと思います。で、今日は、南御室小屋っていうあの中間ポイントがあるんですけど、そこで、一泊して、明日、鳳凰山の、なんだっけ、薬師観音薬師岳とあと観音岳か、うん、に行こうと思うんですけど、まあ、もし、気持ちが折れてなかったら地蔵の方も鳳凰三山全部制覇しようかなというふうに考えてます。まあ、一応は観音までの予定で行っていきたいと思います。久々の百名山更新ですね。そうだね。それでは行ってきます。行ってきます。久々の大荷物だよな。うん、重てえよ。うん、テントワークの硬い南御室小屋以外でのテント設営は自然公園法条例で禁止されています。もう何が何でもたどり着くしかない。なるほどね。行けと行くってことですよ。クソ重たいんだけど。最初は全然ないんだね。うん、あ、ここでもう1380あるんだ。結構あるじゃん。もう腰痛い。早すぎだろ。入り口だで。これさ、うん、チェーンスパだったね、マジでね。もうアイゼンしか持ってきてねえよ。すれ違った人も言ってたけど、小屋の跡が必要だけど、うん、みたいな、うん、ミスったな、マジ持ってくれなかったね。こんな雪少ないと思わなかった。そう、どっさりだと思うじゃん。しかも結構入ってるよね、人入ってる、うん、車結構あったもんね。これ天気良かったな。だね。明日朝さ、うん、何時に出るか、日の出見るんだったら5時ぐらい。5時だね。5時に出発すれば薬師で見れるか。薬師で見れる。鳳凰モルゲンが見れるってことでしょ。鳳凰のモルゲンは見えねえんか。見えねえよ。そうか、足元だもんな。うん、あ、だから俺はあれが見れるわ、民服モルゲンが。どういうこと。俺が照らされてるってこと。それは見える。うん、いや俺もあれじゃん、ピッコロモルゲン見れるよ。見てますよ。期待しといて。大丈夫だよね。何が。熊冬眠してるよね、これ。マジ想定外の雪のなさなんだけど。ね。気温が高いんだけど。どうなんどうなん。あ？どうなん。6度とか7度あるよ。常夏もいいとこだよ。つうか今回あれじゃね？雪中テント？初めてじゃね？雪の中に。俺は初めてじゃねえけどな。あ、違う。君たちが車中泊してる時、乗鞍で車中泊してる時に俺は外で凍えながらテント泊させられて。やっぱあれでしょ、底冷えでしょ。底冷え、ああ、寒かった。今日は対策してきたから。テント持ってきた？あるよ。なかったらやべえだろ。でもなんか一応避難小屋あるって話だけどね。まあでもあの車の止まり具合だと小屋はもう、そっか、吹いて感じが。もうホテルみたいなもんだもんな、言ったら。南御室山荘事件。避難小屋をめぐっての取り合い、争いが起きる。こんな雪ねえと思わなかったしさ、うん、こんな気温が高いとも思わなかったんだけど。なんか舐めてかからなかったがゆえに苦労してる、うん、ね。アイゼンとか今ただの荷物だよこれ。ああ、俺らこれにプラスワカ持ってことしてたんだよ。そうだよ、もう完全に重荷だったよね。なんかさ、うん、上手くなってる。上手くなってんだけど、お前練習したの？わかる。あの、一歩一歩歩んでるんですよ、僕を。どこに向かってんだお前。え、わかります。これもう誰がどう見てもですよね。うん、
うまいんだけど。うまいでしょ。ここに。あ、サイン。サインで。うまいな。ちょっと雪増えてきたな。衣装みたいになってんだけど。なんかめっちゃ寒いって言うからさ、シュラフとかさ、ちょっと気合い入れた感じで持ってきたからさ、聞いた話はさ、避難小屋朝マイナス15度ってやばって思って、だからあれだよ、寝るときさ凍らしたくないもんとかさ、寝るときの中になるじゃねえと朝になったら全部凍ってるぜ。一本松松か、一本、はい、五本松、五本松か、どこに五本あるありすぎじゃねえ。あ、コロモツ、コロモツよ、コロモツでかっ、でかいな。あ、5本あんじゃん、上で5本、5本に分かれてるよ。 あ、これのこと言ってんだ。そういうことなんだ。お、面白いね。ねえ、峠まであと15分って書いてある。え、あそこに。これ誰かビバークしたんだね。ねえ、綺麗に作ったね。でもね、鹿、鹿歩いてる、鹿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 、行け行け行け、ゆっくりゆっくり、すげえ加速だ。バレたか、お前の匂いが臭かったんだ多分。ふざけんな、俺がそこまで行った時に何も動かなかった。ひどくね、お前の匂いだ。くせえもんな、ただの悪口だぜ。くせえはひでえだろ。低くなってすげえ見てるね。え、結構近いけどね。小屋まで3分。なんかそこまであれだね、めっちゃ見てるよ。家族だな。ねえ。お邪魔してます。どうも。どうも。お邪魔してます。無視。鹿どうだ、鹿と。鹿だけに。何？なんだよ。なんか言ってくれよ。あ、なんか見えてるじゃん、上に小屋。あれそうだ。あ、本当だ。うわ、すげえ。お？この八重山峠。八重山峠。ああ。景色やばいです。やばい。上。これやばいよ。うわ、すげえ。すげえな。これは絶景だ。超絶景じゃん。ねえ、すごいよね。やば。これすごいな。めっちゃ綺麗。北岳、うん、ここすごいね。うわ、見事。こんなすげえんだな。ね。白峰三山つんだっけ？なんつんだっけ？白根三山だっけ？白根三山かな。二つは行ってるからね。あ、そうだね。ノートリだけ行ってないね。うん。で、ここは八社神峠小屋ね。冬季閉鎖か。でも良さそうだな。ねえ。早いな、あいつ。早えよ。
おめえがだよ、スピードだよ。早くね、なんかついていけね。頑張っていかないと。ああ天罰つく前に完全に暗くなるで、これ。多分2時間くらい暗闇を歩くことになる。気温下がったな。ねえ。今なんだこれ。4度とかだね。ちょっと下がったね。ああ上りつら。なかなかの上りじゃん。よいしょ、あ、見て、ん、なんかこれ立て品でさ、ああ言ってたさ、ああわかる、とろろ昆布はさ一大生産地じゃん。ね、そう栽培してんだな、とろろ昆布。ねえ、名産かありすぎじゃねえ。本当にすごいなこれ。怖いな。お気をつけて。危ない。土の方が可愛いな。ああ。なるべく。なんか風の音するで。な。そのこの上の辺からあれかな、風が。強くなるかもね。エントワまでの後半戦は過酷そうだなこれ。ねえ。暗くなって風強くて。うん。寒くて。3秒で撮ってるよ、うん、覚悟しよう今のうちから覚悟しておいた方がいいかもしれない。そうだね。はあ、登るね。ねえ、この荷物を追って飛ばしきついわ。はあはあ、いやなかなかの登りだこれは。はあ、やるじゃん、なかなか。疲れたね。ねえ。風出たね。急に。天然のクーラーにも程があるぜ、これ。うん。だいぶ寒いんだけど。冬だったとしてもさ、うん、このミナーのさ、ん？ミナーの、うん、あのあれ、この林道歩きって、うん、だいたいこれからスタートじゃん。北岳も戦場も。ああそうだね、うん。ここもそうだし、俺この感じ結構好きなんだよな。いやわかるよそれ。いいよね。うん。しんどいね。うん。なんか道はすげえ簡単なんだけどさ。うん。荷物が重たい。重たいね。なんか看板あるじゃん。北手峠。あ、来た。うん。やっとここかよ。いちご平の方に行くの俺ら。あれちっちゃく1時間半って書いてある。ん？ 2 時間半じゃなくて。うん。ちっちゃく1時間半で。ああそういうことね。ここかいちご平。遠いな。遠いでしょ。完全に暗くなるじゃんこれ。途中からヘッドライトだよ。これがあれか、なんか金属製のケルンってやつか。1時間半ね。うん、頑張りましょう。さっきからめっちゃ歌ってるじゃん。高山病？高山病だね。低体温症に高山病。もう意識混濁。
もうやべえじゃん、自律神経やられたね、やられたね、はあ、長え、リンゴ長いね、ねえ、そろそろ景色見たいよ、あ、もう3時間半も残ってきて、あ、結構経つね、うさぴょんの足跡だこれ、あ、マジで、悪いウサギだ、タバコ吹かしてるよ、よく分かってきた、めっちゃ悪いじゃん、うわ、はまった、うわ、ウサギトラップに引っかかった、ウサギトラップに引っかかった、うわちくしょう、おい待て待て、こら出れん、なんか変わったよね、木の雰囲気、もうちょっとで森林限界かね、もしかしたらそうかもね、おい大丈夫か、おい、どうした？俺はここまでだ。眠い。おい、寝るな。寝たら死ぬぞ、お前。お疲れじゃん。久々にこの重たい荷物しょったからさ。うん。すげえ来る、いや俺もだよ、しかも長丁場でしょ、そうなかなかやるじゃんこの山、攻めてくるじゃん、いや俺らが舐めてる、いや違う、舐めなかったから大荷物なんだよ、あそうかそうかなるほど、うん、もうアイゼンがただの荷物、ほんと、ほんとそれ、まだちょっと開けた感じだぜ、ああまだ変わったな、なんか、ね、やばこれはすごいわ、かっこよすぎる、綺麗に見3つ見えるね、ああこれはすごい、かっこいい、迫力がちげえ、迫力がすごいよ、迫力マウンテンハードウェアで、ああ準備したのね、一生懸命頑張ってね面白い面白い面白い、すーげえ景色、めちゃくちゃ綺麗じゃない、うん、俺らあそこ縦走してんだよ、うん、来ただけから今だって、なんか信じらんないんだけど見えると結構えぐくない、うん、あれ、いやこれ綺麗だわ、美しすぎる、癒された、登れるぐらい頑張って、こういうのちゃんと用意しといてもらいたいよねおーい、あどうした、ラッセン、ラッセンじゃねえよこれ、これはこれちゃんとポリ袋に入れて持って帰らないとダメだろこれ、冬山でね、携帯トイレは必須だぜこれ、これ雪解けた時にすごい大変なんだよ、動植物にこう影響を与えるというか、栄養過多になる、栄養過多になるからこれすごい良くないと思う、こういうのちゃんとポリ袋ポリ袋入れて持って帰んないとなんで中国残したの正しいけど正しいけどさ、あこれが一五平なの、あ先か、これがこの先、何分って書いてある、見えないね、風出てきたな、なんかでも寒いよな、ああ今何度なの、ちょっと待って、あ、マイナス6度とか、あ、寒くなってきてるよ、ああ
おお。あ？ちょっと待って待って。何何？後ろ？やばくねあれは。富士山。不意打ちだったわ今。びっくりした後ろ向いて。夕日もめっちゃかっこいいんだよ。めっちゃ光ってるように見える。ピッコナが。だろ？うん。俺アーベントロード来たろ。ピッコナアーベン。ピッコナアーベントロード。ここかい。待って。そこ。ここかい。そこ。太陽持ってるじゃん。わかる。違うんだよ。うん。調子乗んの。うるせえ。よーし元気出たー。元気だな、おい。おい、大丈夫か？足やった？飛んだわけじゃない。疲れて倒れちゃった。あ、そうなんだ。そうやってはしゃぐからね、そうなるんだ。俺みたいにいつも冷静じゃないとダメなんだ。お前、いつも気がとち狂ってんじゃん。だから冷静さと狂気を兼ね備えてる。狂気に寄りすぎだよ。ここすごい、ここ。はい、振り返ります。うわー綺麗だな。言葉になんねえこれ。あこれもうこのこっちの山々も、なんならあれもう富士山アーベントロートだもんね。そういうことだよ。富士ベントロートだもんねあれ。あかっこよすぎる。あったよ。あった、うん、そこがイチゴ平。ここイチゴ平だね。どこら辺がイチゴの、うん、どこら辺、どういう意味なんだろうな。イチゴがなってるとかそういうわけじゃねえよな、うん、あ、30回。ああ、展望悪いんだな。これはこっちでいいんかな。こっち行っちゃうと辻山経由になっちゃうんだ。なるほど、うん、これワンチャン暗くなるのにつくんじゃない。つくね。なんて書いてん。絶望してる今。え、あと5分くらいかなって思ってたら15分。もう今体力底尽きて気持ちだけで足動かしてる。結構歩いたじゃんね。うん、あの30分嘘じゃん。しかもなんかオムロの美味しい湧き水とか書いてあったじゃん、一番下に。うん、それ頑張れってこと。あー、でも来るんだ。あー、じゃあ楽じゃん。なんか見えるだよ。見たね。あ、そっか。めちゃめちゃ疲れた。ああ。これはきつかったわ、本当に。結構長いよね。うん、まだギリギリ明るいんだよ。うん、そうだね。テントあるよ。マジで。いっぱいいる？おお、でけえな。あ、結構張ってるね。着いた。はい、お疲れ。避難後やってるよね。なんか新しくなったらしいけど、多分綺麗な建物が避難小屋だと思うんだけど。これ多分、あ、これだと思う。どう？え、全然いいじゃん。え、俺ここでもいいんだけど、もうテント張らなくて。あそこの料金箱に1000円入れて、うん、一泊できるんだね。で、なんかちょっとしたさ、薄い布団とか用意してありますって書いてあったけど、これか。雪山テント泊の練習してもいいしな。ああ、そうだね。どっちにするか。要はあれでしょ、ホテル取るか民宿取るかみたいな。そういうこと、そういうこと。どう、あれ水場って書いてある。なんかペットボトルぐらいだったら簡単に決めてもらわないこれ、うん、我が家に。ここに最高の、もうベッドじゃん。あ、寝れる。なんか肩に乗ってる。北海道。あ、肩あったんじゃない。うん、ピッチャーかもね。おお、やりますね。お前いつか左投げ投手になったの。オッケー、オッケー、オッケー。一人一泊1000円ね。いや、小屋の中で履こうと思ってさ、寂しいかなって。
俺ねえんだけど。これちっちゃいんだよ。マジで。マジで。ダメだこれ、俺入らない。じゃあ俺もらってこう。やめとけ。あ、ちっちゃいな、でもちょっと。やっぱり。ピークスに駆除行った方がいい。いやー、あったかくていいな、サイズ感もぴったり。最高だ。大嘘つきだ。最高だ、これ。これは結果だな。あったかくて最高だな。君何ひどいこと言ってるんだ、ね、何自分だけ助かろうとしてんだよ。天国だこれ。あ、それ腰の位置ぐらいまでしかねえんから。そう、俺ね足あんま寒くないんですよいつも。ちょっとよく見せて、どいて一回見せて。これあれ、あのボディーボードみたいなやつ。そうこれで、あのこういう海原に向かってこうやっていって、こうやるの。でこうやってパドリングをして、こうやってね足も忘れてこうやってあって、でこうと、ライドオンってことです。ふざけんな。いいボードですね。疲れてんだよこっちは。いいボードだ。え、これでいいの本当に。それ何その何それ。それ何。これがだからそのエマージェンシー何回か使えるっつうんで、これでも。ん、どうやってんすか。これアルミ材みたいな。その中に入れてる。でこの中にだから寝袋入れて、で やればその一応代用にはなるみたいな。でなんか一時期流行ったらしいこれ。って言ってた。でこの中に、寝袋入れてやったらいいんじゃないですかっつって言われて。なるほどね。そう。そしたらあったかいですよみたいな。ん？それ寝袋ぶち込んだんでしょう。そう。さらに俺はここに。うん？何？インナーシュラフ。どんだけ入れる気なの。いやいや、知るかもしんないじゃん。目覚めなかったら嫌じゃん。ちなみに一つ言っていい、俺そこまでの準備してねえよ。聞いた話じゃ、この小屋朝起きたらマイナス15度でしたみたいな。小屋の中はやべえな。で全部凍ってるってやべえな。ペットボトルとか服もぶち込んで乾かない。そうおめえの方が絶対すぎじゃん。俺これだね。マット2枚。いや余裕でしょ。プラス寝袋。朝俺凍ってたら頼ま。何を。いや俺のご遺体をさ。ああちょっと。ああいいよ。オッケーやれよな。じゃああれだな、薬師の山頂からさ。でもう半分は白馬。オッケー了解。いや俺絶対やんねえだろ。水くれ。あ、汲んできて。寒いんだけど。じゃあじゃんけんで負けたピクミンが行ってくるか。舐めてんかと思う。オリンガセルティじゃん。勝てるな。そんなことない。じゃんけんしてみなきゃ分かんないじゃん。待て。じゃんけんで負けたピクミンが行くんだよ。最初はグー、じゃんけんぽい。まだ勝ってるから。行くよ。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ。はい、負けた。これでいける。どういうこと？一回俺勝ったのに、ノーコンテストになったの。何が？それでおめえにはやんねえから。おーい。頼みますよ。俺だって俺もうほら、果たしだしさ、これ入っちゃってるし、いろいろ大変な。俺も靴下だけど。あと日記書かなきゃいけないし。嘘つけ。そんな習慣ねえだろ、絶対。めっちゃ寒かったな。寒っ。てかもうすでに凍ってるじゃん。そうなんだ。でも激うまで本物の南アルプスの天然水だ。そういうことだよな。そういうことだよ。これ一番やる。寒い冬は一番うまいやつ。間違いねえやつよ。これです。見せ。一番うまいやつです。湯気すご。腹立つな。俺のまだなんだよ。マジで生き返る。超うまい、めっちゃうまそう、めっちゃあったまる。本当に超うまい。そこにさおにぎりとかいいと思うよ。確かにあればな。ねえんだよ。食ったん全部食った。やっぱりさ、これ南アルプスの天然水炊くことによってさ、なんかコクが増すっていうか。なるほど。やっぱいつもと違う感じるんだよな。なんだろう、香りもなんかより深くなるというか。うん、まあ、コーヒーでいうところのブルマ的な
市販のあれじゃないみたいな。ブルマン最高だよ札幌一番味噌ラーメン。あったかい。こんだけ褒めてあれかな、家に1年分ぐらい送られてくるかな。やっぱさ、うん、冬のなんかラーメンって言ったら、うん、札幌一番味噌ラーメンだよな。そう、間違いないよな。間違いない、うん、よろしくお願いします、うん、お前前回マルタンセメン食ってたよね。すげえあったかい。あったかい、うん、見てみよう俺のこの帽子。北海道あったりだ。やべえだろ。すごいあったかいよ。いやこれなら余裕で寝れるわ。うん、もうお前あれだもんね、軽くなんか厳重に保管されてるミイラぐらいぐるぐるになってる。そうだよ。あ、7時今、うん、だいぶ早いな。5時間、9時間寝れるよ、4時まで寝たって。まああと俺も問題は朝俺がカチンコチンになってないこと。あ、そしたらあれだろ、なんだっけ、どっかのその辺に捨てときゃいいって話だろ。ちゃんと山頂まで運ぶんだよ。めんどくさいな。ふざけんな、それでやれ。じゃあ、おやすみ。おやすみ。おはようございます。超寒い。行きましょう。行こう。行きますか。いきなり結構な登りじゃん。真っ赤。これ間に合うか。間に合いそうだな。なんとか砂浜まで来たいけどな。さすがにここで日が昇るのはちょっと何も見えねえよ。あ、景色もうやば。おお、すげえな。後ろ向いてみ。最高すぎるだろこれ。よっしゃ、あとちょっと。やばいね。あ、もうなんか笑顔しか出てこない。なんつう景色なの。すげえ。どう、すごい、めっちゃいいよ。鳳凰山観音岳、